震度7まで経験できる防災普及者、千葉市、横浜市消防局の防災指導者、地震体験者、東京都にて、これも左側開き、地震体験者、地震くんとは、地震を疑似体験することができる振動装置を搭載した自動車、地震体験者とも呼ぶ、断層調査の目的で道路を走りながら人工地震波を起こす車についても、 基震者と呼ぶことがあるが、本校では前日の地震体験者について述べる。実際に地震が起きた際に冷静な対処ができるよう、シミュレーションを促すのが目的。関東大震災や阪神、淡路大震災のように過去に実際に起きた地震の揺れや想定地震の揺れを再現できる車両もある。所有している自治体や消防本部が貸し出して、防災イベント会場などにおいて、 各地で無料体験が実施されている。トラックを改造して2台部分に振動装置、小部屋を設置している。地震体験室は一般家庭のダイニングルームを模した雰囲気でテーブル、椅子が設置されていることが多い。大型スピーカーを搭載して放送宣伝車として登録しているもの以外は特殊用途自動車ではない。従来よりも改良。 進化した寄進者も出てきている。ありがとうございます。